私空気階段のもぐらさんにすごい似てるらしくて何年前だろ、1、2年前に、うん、ラブの奥村さんに初めて言われたのね、うん、西田っつって、うん、あの空気階段のもぐらに似てるお前、まあ、もぐらさんっつったらね、言われたわけよ。もうヒゲヅラでクズで、めっちゃ太ってて、そうイメージあるじゃないですか、うん、皆さん、あの嫌すぎてね、その時私、あ、そう、奥村さんに絶対誰にも言わないでくださいって、その時もこれ以上広めないでください、あるからね、奥村さん優しいから誰にも言ってなかったんですよ、うん、それもそれで嫌だろ、逆に言ってなかった、気づかれてで、この前ね、うん、新ネタライブがあって、はい、で、空気さんと一緒で、うん、なんか喫煙所にいた時にみんなでわーって話してた時に、うん、なんかなんでそんなとこ覚えてないけど、やっぱ西が似てないって誰かに気づかれたのね、うんうん、でも、もう2年経ったし、うん、私も腹くくるかと思って、うん、エンディングで、そのシネタライブのエンディングで、うん、もぐらさんの格好して出てこうと思って、ふんして出てったら予想以上に盛り上がったんだよね、似てるって。だからその写真ちょっと見せる。じゃあまずさ、そのもぐらさんの顔見せなよ。まずもぐらさんの顔ね、うん、これもぐらさんです。まあもうこれが空気階段のもぐらさん。まあ 目鼻立ちはいいのかね、目もパッチリしてるし、でこの時点じゃあんま分かんないかな、うん、私と。あ、でもちょっとこっち見て、ここを隠して、うん、まあまあそんな感じでね。で、モノマネしたのか、私がモノマネしたのか。どうも、これもぐらさんのマネ似てるよ妹だよ、これは。すごい似てるって言われて、うん、妹だよ、ミニもぐらだってなって、うん、だってこれを見たもぐらさんが娘さん生まれたじゃん。息子さんだっけ、あ、息子さんだっけ、まあお子さんが生まれて、ほぼこんな顔って言ってたの、ヒゲ生やした子供見てるの、だジュニアよ、あんた。だってかたまりさんがさ、それでもうマジ似てるってなって、うん、で、かたまりさんがそれをツイッターに載っけてたのね、国、うん、に国人、うんうん、なんていうの、うんうん、が赤毛したら、うん、700いいねぐらいですよ700、800いいねぐらいですよ相当似てんだなと思って、いや、そっくりですよ。だからあなた、なんかいけんじゃない、もぐらさんがなんかって。だからさ、いないじゃん、今まで女芸人とか芸人界多分いないんじゃない、今までまだもぐらさんの真似した人。あ、確かにね。私、もぐらさんの真似で、だも空気さんがもっと売れて、空気さんがブワーって売れたら、で、あのキャラクターもあるからすぐいけるよ、売れる、俺らも売れるよ、早くなんで待たなきゃいけない、空気さん待つ。あ、そうですか。そう、似てるって。まあ光栄なことじゃない、もぐらさんに似るなんてさ、いいことよ。そうよ、本当に。